ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、Facebook が衰退した理由というですね、テーマでお話していきます。ちょっといつもと趣向を変えてですね、僕のこう見解というか、今回はね、こうじゃないかなっていうのをまあ推測しながら話していきたいなというふうに思うんですけど、ウェブマーケティングの世界でもね、もう Facebook は終わったみたいな話がよく出てくると思います。これは日本だけに限った話じゃなくて、海外でも Facebook is dead っていうふうにね、もう死んだっていうふうに言われているんですけど、だからもう Facebook は時代遅れですよと、集客ツールとしてはもう使わない方がいいですよみたいなことを言ってる人が多いと思うんですけど、確かにこう利用者っていう点で考えると減ってるんですね。減ってるし少ないし、他のプラットフォームの方がいいんですけど、それは数だけを見てるからなんですよね。本当にこう濃い人とか質の高いお客さんっていう量じゃなくて質の部分で見ると、僕は Facebook がまだまだですねいけるなっていうふうに思うわけですね。インスタグラムとか確かに数で言うと多いけども、薄い人とかねが多いかなっていう。例えばこう社長さんがね、どっかの企業の社長さんとか経営者の人とか、オーナーの人とかがいた時に、まだ Facebook がギリ見るんじゃないかなと思うんですね。そういう人たちって、仕事とのつながりもあるし、ギリ見るんじゃないかなと思うんですけど、インスタグラムはあれも完全に何て言うんですかね、こう娯楽なんで、そういうもうレベルの人たちって見ないと思うんですよ。だから数はね、確かにこう、インスタグラムって大衆向けのプラットフォームだから、いっぱいいるんでね、インスタはいいんだって言うと思うんですけど、質っていうところを見ると、実はそういう、例えば富裕層まで行かなくても、ちょっとこう、ステージの高い人とか、意識の高い人、そういう人がお客さんなんだったら、まだまだ Facebook にはそういう人が多いかなと思うんですよね。だから、単純にそのプラットフォームの利用者が減ったからこのプラットフォームが終わったっていうのは、あまりにもこう早計すぎるというか、浅はかな考えかなと思うんで、質っていうところを見ていくと、まだまだ他の SNS に比べるとマシなんじゃないかなっていうのは僕自身の考えなんですけど、じゃあなんでね、Facebook が衰退したのかってことをちょっとね、僕なりのなんていうんですかね、そういうこうじゃないかなっていう仮説ですけどもうちょっとね、話してみたいと思います。あくまでも僕が考えてることなんで、それが正しいですよって話ではないですからね。そこだけ踏まえてね、聞いてもらえればと思うんですけど、まず一つ目はですね、つながりが広がらないっていうのがあると思うんですよ。要するにフォロワーとかですね、が増えないってことです。なぜなら、この Facebook ってリアルの友達とか知り合いとつながるプラットフォームだからですよ。Twitter とか Instagram って全然知らない人とつながるのが一般的じゃないですか。もちろんそのリアルの友達とかともつながったりすることはあるとは思うんですけど、その全く見ず知らずの人とつながるっていうところにその違和感も感じないわけですね。そういうプラットフォームだから。だから増やそうと思えば1000人でもね、1万人でもフォロワーとか友達とかね、増やせるわけですけど、Facebook って一般の人たちは自分の知り合いとか友達とつながるために使ってるってことは、当然それ以上増えないわけですよ、フォロワーって。だって見ず知らずの人から友達申請来たら、普通の人は警戒するんですよ。誰この人ってなるから、つながらないんですね。だから、増えないんですよ。ってなると、もう一定数までいったら、それ以上こう、ね、広がっていかないんですね。友達100人とか200人ぐらいになったら、もうその人たちだけと交流するような感じになる。そうすると、毎回同じような人が投稿して同じような内容を見ると。なんか飽きたなって感じになるわけですね。コミュニケーション取るだけだったら、今だったら例えば LINE とかあるから、もうそっちでいいわけですね。わざわざそんな Facebook を介して、そうやり取りする必要もないっていうふうになると、もう同じ人たちとずっとこうただ交流するだけだと飽きてくるんですよね。最初はすごくね、懐かしい友達とかと交流できて、今こんな生活してるんだって日常がわかるからね、いいんですけど、それが毎回続くと、もういいよってね、わかったわかったってなるから飽きちゃうっていうのがあるのかなと思うんですね。でもう一個はですね、このコンテンツがつまらないっていうのがあるんですよ。このプラットフォームって何が重要かってコンテンツなんですね。コンテンツがつまんないと利用者、ユーザーが離れていくんですよ。YouTube とか、ポッドキャストもそうですけど、例えば YouTube の動画がつまんない動画ばっかりだったら多分 YouTube 見なくなると思うんですね。ポッドキャストの音声が
つまんない音声ばっかりだってもうポッドキャストなんか聞かなくなると思うんですよ。だからプラットフォームにとって一番重要なのはコンテンツなんですね。で、質の高いコンテンツ、価値の高いコンテンツ、価値の高い質の高いっていうのは面白いとかそういうところも含めてですね、そういうものが多ければユーザーはこのプラットフォーム使ってると楽しいからね、もしくはためになるから使おうっていうふうになるわけですけど、さっきも言ったみたいに Facebook っていうのは基本的に、まあ、一般の人が自分の日常とかをシェアするようなプラットフォームなわけですよ。だから最初の頃はね、そういうので、あ、〇〇くんとか〇〇さん今ねこういう生活してるんだとかっていうところで楽しいわけですよ。でもやってるうちに飽きてくるんですね。で、そのいわゆる発信者が素人なわけですよ。そのコンテンツっていうものを作る上でただの素人、ただどこどこ行ってご飯食べてきましたとかってそういう写真を載せたりとか、もう本当日記みたいなことを書いたりとかするから、まあそのコンテンツを作るなんていう発想はそもそもないわけですよね。だから得てしてつまらないコンテンツになる、飽きてしまう、同じような感じ。やっぱりその最初は他人の日常とかね、知り合いの日常を知るのはすごく楽しいかもしれないけども、やってるうちにこううんざりしてきたりとか、特にこう、まあ、自己顕示欲とかね、承認欲求の強い人っていうのは、まあ、こう自慢みたいな投稿をね出すから、見てる方ももううざいなって思ってくるわけですね。そうするとどんどん使わなくなって、むしろもう見たくないみたいな、ね、感じになったりとか、まあ、リアルであるがゆえにですね、自分の生活を覗かれてしまうみたいな、ちょっとした発信もどこで誰が見てるか分かんないっていうふうになると、うかつなことは言えないしってなると、もう発信するのもやめようっていうふうになったりとかねするんですね。やっぱりそのつながりがあるがゆえに無視できない、誰かが投稿してたらね、あのインスタとかツイッターみたいに匿名とかね、そもそもそんな関わりが深くなかったら無視できたものが、やっぱりその知り合いっていうあるがゆえにもう無視できない、何か反応せざるを得なかったりとか、そういうところに疲れたりとかねっていうのがあると思うんですよ。だからもうそもそも Facebook っていうもの自体のそのコンテンツが面白くないっていうところがあるし、やっぱりそういう変に気を使わないといけない。まあ、バーチャル上とはいえ結局リアルの知り合いとつながってるから、いろいろ気使ってしまったりとかっていうのもあるのかなと思うんですね。で、当然そのプロも発信してるわけです。僕たちみたいにこう情報発信をしてコンテンツをねこう投稿してるような人もいるんですけど、まあビジネス目的でこう Facebook 使ってる人たちって売り込みが多いんですよね。自分のサービスはこんな素晴らしいです、商品はこんな素晴らしいですから買ってください、参加してくださいとかねっていう投稿が多くなるわけです、ビジネス目的で使うと。ってなると普通のまあ一般ユーザーは見たくないわけですよ。宣伝とか広告とかね、売り込みとか見たくない、つまんない、むしろ邪魔、鬱陶しいわけですね。でますます使いたくなくなるわけですよ、ね、面白くもない一般人の投稿を見る、もしくは売り込みとか広告とか宣伝ばっかり出てくるってなったら、もう使いたくない、嫌だなってなるんですね。でも例えばインスタグラムとかでも当然ねビジネスで使ってるからそういった投稿はあるんですけど、メインは例えば情報収集だったりとか、うちの夢だったら例えばレシピのね情報とか子育ての情報をインスタグラムで入手したりとか、あるいはインフルエンサーとか芸能人とかそういう人をフォローしてそういう人の発信を楽しむみたいな、そういう楽しみ方があるんですよ、インスタグラムはね。あるいはインスタグラムってもともと画像を投稿する、写真を投稿するためのプラットフォームなので、そういう画像とか写真を見て楽しむみたいなね、そういうこともあるんですよね。だって写真って別にね、こう Facebook にも投稿できるじゃないですか。だから僕はずっと不思議に思ってたんですよ。なんでインスタと Facebook ってほぼ一緒っていうかね、やってること一緒なのになんでそんな違うんだろうと思ってたんですけど、やっぱそういういろんなことがね影響を及ぼしてるわけですよね。だからまあ主にこの3つかなと、つながりが広がらない、そしてコンテンツがつまらない、そして3つ目がまあ、売り込みばっかりになってしまう。そのビジネス目的で使う人が増えたら売り込みばっかりになって、一般ユーザーからするともううざいっていうふうに思われてしまう。だ基本的にそのね、Facebook が個人アカウントで、ね、そういうビジネス行為を禁止しますよって言ってるのも、まあ、そういうところで多少影響あるかなと思うんですね。お金稼ぎたいっていう人は個人アカウントでそういう売り込みみたいな投稿をするようになると、ユーザーからするとつまんないっていうふうになっちゃうわけですね。だからもうビジネスページでやってよっていうふうに分けたのかなっていうふうに思うんですね。なので、まあ、こういった諸々の事情があるかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、あなたはどうですかね、いろいろ考えてみてもらって、こういうのを考えるのもね一つこう頭の体操になりますし、なんでねインスタグラムとフェイスブックって、まあ、機能的にはそんな変わんないのに、なんでこっちは伸びててこっちはねこう衰退してんだろうとかっていうのを考えるのもすごく、まあ、ビジネスのねこう力が身につくかなって
ってありますし、まあ何よりちょっとね、そういうの考えるの面白いですから、まあ、ぜひ、自分なりのですね、そういう見解とか仮説みたいなものを、考えてみてほしいと思います。